マーティ・ジャネッティは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州コロンバス出身。ショーン・マイケルズとのタッグチーム、ザ・ロッカーズでの活躍で知られる。全日本プロレスの常連中堅外国人だった、ジェリー・オーツのトレーニングを受け、1984年4月に、カンザスシティの NWA セントラルステーツ地区でデビュー。当初は師匠にあやかりマーティ・オーツを、リングネームとしていたが、すぐに、 マーティ・ジャネッティに改名し、トミーロ・ロジャースとアップタウン・ボーイズを結成、ベビーフェイスの新鋭として売り出される。シングルでは、ジップシー・ジョーから、セントラル・ステーツ・ TV 王座オーザを、ミスター・ポーゴから、ドー・ヘビー級・オーザをそれぞれダッシュ。デビュー翌年の1985年8月には、早くも全日本プロレスに初来日しているが、キャリア不足を露呈して、技に失敗し、 高楽園ホールの観客の失笑を買うこともあった。その後、テキサスのサンアントニオ地区から転戦してきた新人の、ショーン・マイケルズとミッドナイト・ロッカーズを結成。当時の人気タッグチーム、ロックンロール・エクスプレスの2番戦時と関係者からは、揶揄されたが、1986年5月に、セントラルステーツタッグ王座を獲得、同年よりバーン、ガニアのアワに移籍する。 アワでは、バディローズダグサマーズ、アレックス・スミルノフポール・デ・マルコ、バッド・カンパニーなどのチームと、構想、1987年1月27日には、ローズサマーズから、アワー世界タグ王座を奪取した。同年12月27日にも、ポール・イ・デンジャー・ラスリー率いるオリジナル、ミッドナイト・エクスプレスを下して、再び同王座を獲得している。この間、 ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催していたテネシー州、メンフィスのクアにも参戦、アワ・ナンブタック・オーザも二度にわたって獲得した。ザ・ロッカーズ・ジャネッティ・マイケルズと、WWF との最初の契約は1987年の夏だったが、不祥事を起こして2週間で解雇。その後アワ復帰を経て、1988年に再契約を交わした。チーム名はザ・ロッカーズと、 簡略化され、アイドル系の若手タッグチームとして、女性や子供の観客からの支持を獲得。ハートファウンデーション、デモリッション、ブレインバスターズ、ツインタワーズ、パワーグローリー、ナスティボーイズ、ビバリーブラザーズなど、数々のチームと激闘を繰り広げたが、タッグ王座につく機会には恵まれなかった。1991年には、 当時の WWF の日本での提携先だった SWS にロッカーズとしてたびたび来日している。1991年11月27日、サバイバーシリーズにおける同志打ちを発端にマイケルズとの仲間割れアングルが勃発。翌1992年初頭の ブルータスビーフケーキのインタビューコーナーバーバーショップで一旦は和解したかに見えたが、不意をついたマイケルズがスイートチンミュージックでジャネッティをこ。ロッカーズは解散し、マイケルズはヒールのシングルプレイヤーとして売り出されることになるが、ジャネッティはマイケルズの吸収による負傷というアングルのもと、諸事情のためしばらく WWF を離脱する。カムバック後は、 1993年よりマイケルズとの本格的な交渉がスタート。1月24日のロイヤルランブルではマイケルズのインターコンチネンタル王座に挑戦。試合では当時マイケルズとの間に圧力が生じていたマネージャーのセンセーショナルシェリーがジャネッティのセコンドについた。その後も ICU 王座をめぐる連戦を行い、5月17日のマンデーナイトローにて、 マイケルズを下してタイトルを獲得するが、6月6日のリターンマッチでは、ディーゼルの介入により、マイケルズに奪還に成功されている。同年下期からは同じく、マイケルズやディーゼルと反目していたレーザーラーモンや、1から2から3キットと共闘し、翌1994年1月10日には、キットとのコンビでザケベッカーズから、WWF タッグ王座をダッシュ。 翌週の RAW で奪還され、またもや短命王者に終わったものの、ロッカーズ時代にはなしえなかった、同王座への初退還を果たした。しかし、ロッカーズ時代に起こしたリング下の裁判が同年により、始まり、再び WWF から姿を消すことになる。その後、ECW へのスポット参戦を経て1995年9月より、WWF に復帰したがポジションを見出せず、 1996年からは、レスラーとしてのキャリアでは初めてとなるヒールに転向。リーフ・キャシディことアルスのューロッカーズを結成するも、ファンの反応は鈍く、1996年11月のサバイバーシリーズを最後に WWF を退団した。1997年、インディ団体アルティメットチャンピオンシップレスリングにて1997年は、 東部のインディー団体を転戦し、1998年より WCW と契約。従来通りのベビーフェイスとして、スコット・スタイナー、クリス・ジェリコ、クリス・ベノワラと対戦するが、ミッドカード専門のジョバーのポジションに甘んじ、同年下期に肩を負傷して解雇された。その後しばらく近況が聞かれなかったが、2003年頃より、インディー団体でカムバックし、 2004年7月には、ロッカーズギミックの先達である、ロックンロールエクスプレスのギブソンとのロックンロッカーズ、として、岩ジャパンに登場、1992年2月の SWS 参戦以来となる、久々の来日を果たした。そして2005年3月14日開催の、RAW において WWE に電撃復活。 マイケルズとの人よ限りのロッカーズ再結成が実現し、ラ・レジスタンスに勝利した。3月17日放送のスマックダウンでは、レッスルマニア21に向けて、当時マイケルズと交渉中だったカートアングルとも対戦。ファンの反応も上々でフルタイム契約が結ばれたにも、かかわらず、不祥事のため7月に契約は破棄された。翌2006年2月20日、 再び WWE に登場。スピリットスクワットの5人がかりの攻撃からマイケルズを救出して大喝采を浴びたが、以降も解雇と復帰を繰り返し、WWE にはパートタイム参戦の状態となる。2007年12月10日の RAW15 周年大会では、やはりマイケルズと交想していたミスター・ケネディと対戦した。2009年には、前週に、 元タッグパートナー同士の US 王者、ザ・ミズと IC 王者ジョン・モリソンが自分たちをロッカーズになぞらえ、互いのどちらかがマイケルズのごとく成功し、一方はジャネッティのように没落すると言い争ったのを受け10月19日の RAW に登場。ジャネッティを散々に苦労したミズと対戦するが、スカルクラッシングフィナーレを喰らい、ホール負けを喫した。 その後もセミリタイヤの状態ながら、インディ団体へのスポット参戦を続け、2011年からは力に出場した。ありがとうございます。